TV のセルシュンとガイラとヤクさんとゾゾモカとミヤです。メンバーはい、ということで今日は私の持ち込み企画でございます。なかなかないから、なかなかないね、確かにね。だからちょっと今日ワクワクしてるんですけど、今回みんなにやってきてほしいことがありまして、はい、カル TV もね、長いことやってだんだん意思疎通もね、できるようになってきてるじゃないですか。はい、それと同時に絵文字をね、使った企画やることが多いでしょ。はいはいはい、カラオケとか意思疎通もできてるし、絵文字に対する耐性もできてると。絵文字に対する耐性そしたらみんな今頃ね、多分完璧なんだろうね。だから今日はちょっと私が絵文字だけで買ってきてほしいものをみんなに伝えたら、みんなをちゃんと買ってきてくれるのかっていう企画でございます。つまり俺らは走られるってこと。そう、使えよ使えよ。なるほどね。今回は2対3のチームに分かれてもらって、それぞれに7問ぐらい問題を送るので、はい、それで買ってきてください。了解。暑いです。頑張ります。はい、はい、私は涼しいところで待っています。これ熱中症になったら責任取ってくれんの？空気だけ貸すから頑張ってください。そのチームはどうやって決めるの？チームはグッパーで。おー、オールドスタイルやな。せーの、グッドパーで分かれましょう。決まりました。ドサンコバーサスのメンズ。ドサンコ行くか。メンズでじゃあお送りします。こっちは強いもんね。なんつった？こちら強いもん。あ、こいつはダメだ。でもこれ私の絵文字が理解できるからかな。あ、確かに。あ、それじゃ俺だ。そんなんだって俺ら毎日絵文字でしか会話してないじゃん。ねえ、ユナチ強くない？あれで渾身のボケ。ユナチ強い。こいつに全部正解なんです。ユナチ強いよ。今から送るので行ってきてください。了解。行ってきます。では絵文字の方を考えていきたいと思います。7問でしょ。でもマジで今ちょっと暑すぎて冷たいもののことしか考えられないので、アイスを1問目にねお願いしようかなと思います。1問目だからまあちょっと簡単にいきたいんですけど、氷、ぶどう、え、これ簡単かな。まあ1個1個までから、じゃあこれでアイスの実を頼みます。はい、ということで7問こんな感じで完成しました。個人的には最後と最後から2番目が本当に鬼問題にしてしまったなっていう自覚はあるんですけど、あの5人ならね、気持ちと絵文字を汲み取ってやってくれるかなっていう。最近のね、なんか絵文字カラオケとかもね、結構ね、なんか本当にガチかみたいな絵文字多いから、ちょっと耐性ついてると思うので、そんな感じで頑張ってもらいたいと思います。ただいまー。おかえりー。ただいまー。やってきました。ただいまー。あ、ただいまー。すごいの。ね、いや、違う違う、お前ら、お前ら黙ってろ。違う、ユナ、昨日からめっちゃ頭冴えてて、昨日の夜からパズルゲームしてて、で、パズルゲームで5回連続クリアしたの。もう、いや、1300いってて、レベルが難しいの。だけど、5回連続クリアしてて、冴えてるの。そのまま来てるから、ね。まあ、でも、ちなみに俺、キャンディークラッシュ2000いくついってるけど。やば、キャンディークラッシュじゃないもん。すいません、一旦パズル置いといて。今日、絵文字なんで、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。ごめんなさいね。もパズルみたいなもんだもんな。確かに確かに、組み合わせみたいなところで、でもあれだよね、1個目さ早めに出さないとやばくない？確かに。やばい、マジやばい。じゃあそうしよう。ここはさすがにわかるよ。1個目は簡単にしたの。だとしてもね、なんかね、バカだと思うよ。わかりづらすぎだもん。なんなんあのスーンって。え、スーンいる？あれ違う違う違う、ほらほらほら、一回、いや違う違う違う、その絵文字に対して俺らは文句言ってるけど、一回一回出してからでしょ。一回出そうぜ。じゃあ間違ってたらそんなこと言えないか。絶対やってるよ。じゃあせーの、アイスの実、濃いぶどうは。はい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 。あー、バカだ。せーの、クッキーシューアイス。は？は？そう思ったら、ぶどうでしょ、氷でしょ、で最後丸い紫の絵文字でしょ。うん、これでしょ。もうこれしかないよ。矢印の隣、もし矢印を2つだったら、スーンって書いてる絵文字をわざわざ選ばないんですよ。で、意味はすぐなんですね。だからアイスボックスの右のすぐそばにあるアイスって意味。しかもアイスボックスなん。じゃあブドウの絵文字は何なの？だから方のアイスボックスが。そう、そこのアイス配置の問題ってこと。そう、正解はこっちでーす。恥ずかしい。え、じゃあなんでスーンの絵文字が。いや、あれは矢印が欲しかったんだけど、ぴったり来る矢印がなくて、こっち向きの矢印がスーンのやつしか見つからなかったから、スーンのやつ。え、その前、だってその前普通
の矢印。なんで矢印なの？果実がそのままアイスになってるよって言う。むずすぎだろそこの矢印。違う違う、なんなら多分最初の2個で分かってる。最初の2個は俺アイスボックスかと思った。あ、そうそう、氷四角かったからさ。だから丸があった方が分かりやすいかな。そうそう、完璧じゃん。もう完璧や俺ら。もういいよ食べるから。あ、いいよ食べな。俺はいいや。お菓子が食べたいから俺ら買ってきてるから、正解なの食べてください。気にする。じゃあ食べるから。はい、どうぞ。いらねえもんな、こいつ。いらねえもん、そんなやつ。はい、じゃあ2つ目いこう。絶対こっちの数に。2つ目絶対合ってるよな、俺らな。おい、早く行くぞ、次。はい、じゃあ次どうぞ。次は、説明しちゃうとさ、もう分かる、もう分かる。これが一番自信あるまである。これ、やばいよ。出してくれる。お前らだから出せよ。出せよ、出せよ。出せよ。めっちゃ自信ある、僕ら。いいよ。やばいよね。週刊文春。全振りやん、もう。どうしたん？でも確かに文春かもしれない。え、マジでその可能性あるよ。桜の雑誌やん、まあ、新聞。で、なかったんよ、そんな別にしっくりくるのが。で、春って書いてて、雑誌じゃん。じゃあ俺らの前、いけつば。エッチなベッ、あ、行ってやってくれよ、俺らの。エッチなベッ、俺らガチだって言ってる。ガチだって言ってるから。はい、やばい、おとがめシートよっしゃー、完璧や。完璧じゃん。それや。あれは桜じゃなくて、梅の花です。男梅ね、シートだよ、新聞は。そうです、もう一回完璧。完璧です。正解、メッチーム。あいつらやっぱひねくれてるね。そうそうそう、取れだか。こっからこっから。もう取れだけ気にすぎてさ、何も合ってないよ。いやいや、取れだか。1個ぐらいじゃ正解しよう。こっからじゃもう正解よ。次も簡単だと思う。じゃあこれはせーので行こう。結構自信ある。海外選んだから。海外選んだ。こいつ結構反応するというか。いや、うちにも長谷川いるんで。せーの、じゃーん。正義感マシマシラーメン。なんかモカちゃんこういうの食べてるイメージがあって。ないだ。だって毎日ニンニク臭いもん。ああ、失礼。これは多分赤あるじゃん。赤で家でしか食べれない。そうそうそう、そう、外では食べれないから。そうそう、これ違います。説明してやって。でまあ旗、家、お弁当じゃないですか。これさっきと一緒です。なかったから代替えの絵文字なんです。旗違います。幕です。お、家、幕の内。うわー、なるほど。幕の内弁。そういうこと。ガチ。はい、正解でーす。すごっ。幕にはないやろ、これ。幕にはないんだよ。横断幕が幕ってこと。ないんだもん、幕なんて。もっといいのあっただろうかよ。なかった。え、でも男梅シートと同じ理論じゃないですか。バカだな。だって分かってる人いるからね。私が言ったやつでもすごくない？負けのうち弁当分かったの。うん、すごい。まあ、うちの会やるしょ。うん、やるね。もしかして前半さすがゆなさんですか？うん、2人でチームだから。さすが。うん、そうだよ。じゃあ次、4つ目結構簡単だった。あ、4つ目簡単やって。4つ目も簡単。4つ目簡単や。ただ、最後の絵文字をちゃんと理解してないと答えられませんよっていう話ね。俺も思ってた。それ全部省いてたよね。分からんから省いた。3つだけだとあっち行っちゃう。やっぱ4つ加味しないといけない。そんな多分そんな行かないよ、みんな。ちゃんと読み取る。読み取るよね。じゃあせーので。せーの。じゃんじゃがりこサラダ入れたいっす。おいおいおい、うわ、こっちじゃん。バックやって。ピンポーン。うわ、こんなあったんだ。ちゃんと見なよ、みんな。目ついてるし、そっち6個目あるじゃん。いや、でもさ、私たち4つだよ、目。でもさ、このさ、2つ目のさ、このなんか飛んでるやつあるじゃん。これ、キリンの全身映ってるやつじゃないの。え、それは、だとしたら紛らわせてるよ。これじゃ何？だってこれ、キリン上半身しか映ってねえじゃん。そう、違う、違う、違う、絶対これ、こっちの方がほら、見てよ。違う、違う、違う、キリンで長いの上半身や。そうだよ、首が長い。足まで映ってるで、もう絶対見ないよ。じゃあ全身って言いなかったよ。じゃあ、使うなよ。違う、棒状のって細長いって話。こっちの方が棒じゃん。でも袋だもん。袋だよ、これも。うん、バック型だもん。バック型じゃん。バック型だよ、何だよ。次行こう、次。まあまあ、じゃあ今2対2やろ。2対2で勝負。で、次はいいもんね。これ簡単。これ簡単って、全部簡単言うてるやん。難しいね、こっちからしたら。6、7がいっちゃうまずい。せーの、冷やしたぬきうどん。たぬき。はいはいはい、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 はい。これパンダはたぬきだから絶対。そう、たぬきの絵文字探したのよ。なかった。パンダって中国や、中華や。あれ
そっちの方が親だって見て、卵もキュウリも入ってて、はい、で、パンダのタヌキ、こっちも卵もキュウリ、もうこっちなんだって、肩入れしてるもん今完全に肩入れしてない今はい、こっちでーしかも、俺らが最初に撮ったこのミニ冷やし中華一緒冷やし中華でーす。じゃあ、中国の国旗にしろよ。そうだよなんでパンダなんだよ。わかりやすすぎるかなと思だろ。ちょっとぐらいはやっぱ、ひねらないとバレちゃうなって。だって、タヌキパンダね。そうだよ。中華だと簡単すぎるやん。そう、そう、逆にもうすぐ出てきたらガチで。そうだよ。これ冷やし中華やん。そうそうそう。いやでも待てよみたいな。このパンダなんだみたいな。そんな簡単するわけがないから、うん、いやだから、国旗だと簡単だからやっぱパンダっていう。単純だよな。なんか単純だよ。なんだよこれ。足りない足りない。足りないな、うん、ちの方がね。だから俺らの方が負けた。あと2問ですから。はいはいはい。はい、どうぞ。これめちゃくちゃ自信あるよ。これだってさ、ね、なんかちょっと体調悪そうなのさ、絵文字あるじゃん、うん、この時一押しのメニュー買ってきました。おぉこれしかない。せーの、ババン、朝日の生ビール。ちょっと、しかも、しかもいっちゃ好きなやつ。これ、俺のね、俺が元気ない時にそう飲む。あんたやないかい。じゃあ理由あるからちゃんと。まず赤、うん、これ俺が好きな色です。だから俺のことを思ってマジで。2個目はね、まあちょっと正直分からなかった。じゃあ3個目はこれ蜂蜜じゃなくてこれ酒造。ちゃんとあのビールをね発酵させて、でこれ体調悪い時飲む、でご飯とも合う。キツネは分かりません。いやもう知らん。おい、誰やん、説明してやって。これちなみに赤、うん、まあカニカマが入ってます。あ、同じような感じ。いやでも、あの次塩と蜂蜜なんですよ。そうね。これ塩と蜂蜜っていうか、まあこれ赤とも絡んでくるんですけど、赤い塩と蜂蜜なんですよ。これ桜伝武です。ああ、なるほどね。からのちょっとこの顔文字ちょっと置いといて、白米と狐揚げ。ああ、はいはい。こだわり仕立てスケロク寿司です。これ合ってたらすごいよ。絵文字置いといてる時点で合ってないよ。正解者いません。うわ、正解は、正解は紅生姜稲荷寿司。え、わかった。おにぎりコーナーでしょ。そう、なんかでもちょっと合ってるのが見た。そう、確かに見た見た。じゃあちょっとこれ紅ねえ。あの、これあの一応仕事中ですから。ねえ。だってさっきアイス作ってたよ。ああ、ああ、あんたこれ飲みたくて買ってきたんちゃうんか。え、違う。俺に対する、だってこれもうお題が。そう、愛だと思う。俺に向けてんの。愛じゃない、紅生姜。え、じゃあこの蜂蜜なの。薬味みたいな。はちみつと生姜ってさ、ね、風邪の時にいい。あ、はいはい。だから思考はいい感じだったよ、その体調悪い時のみたいなね。そうそう、だからこれ思考品。あ、おお、でも違うか。あいつバカっすわ。違うか。じゃあ今とりあえず3人ね、うん、最後と決まります。え、でももしさ俺らがさ当たってた場合さ3-3になるわけやん。いいわけだね。だから2点とかにしてほしいなって。確かに確かに、2点にしてほしい。しかもめちゃくちゃ難かった正直。7番ちゃんとあのお願いして、お願いして。よろしく。じゃあもう頑張っていこう。うん、え、いいのいいの、別に2点でもいいけど。こっちはお願いします。お願いします。はい。よし。じゃあ片方に2点で。ああ、マジで。ほら、自信ある。結構な悩み悩んで。悩み抜いて結局は投票で決めたよね。そうそう。これでも結構ユナさん。おお。じゃあ外れてますね。じゃあ。せーの。じゃん。とろけるスライスチーズ。ハメチキバンズ。ハメチキバンズ来た。それです。俺らもな、ホットスナックかと思ったけど。ああ、そうだ。じゃあこのうんこの絵文字は何みたいな。だから、違うんですよ。トロトロ、これトロトロは、とろけるね。とろける。いや、違う違う、タレタレタルタル。違う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 。まあまあまあ、もうでも分かんない、合ってる。まあまあ、そうね、出てる。そういう意味合い。いや、僕ちなみにあっちなびいてから。で、牛がうんちしてこうね、出来上がってくるやつ、うん、で、こう、あ、ちょっと調子悪いなと思って家帰ったら、うん、あ、それも生肉食べたからだって繋がるんですよ。じゃあ焼けばいいや、パンって言って、パンです。パンと、で、こう、おぉ、あぉ、で、この茶色い丸は出来上がりましたよって、焼けたよってやつで、はみつき。パンって、あぁ、ならねえだろ。そりゃ、そんな絵文字もあったから。で、パンとパンね。そうそうそう、ちょっといいじゃない。そちらは、僕た
ちは牛うんち出るとか腹なんかちょっと下すみたいなイメージで言ったの俺ね、乳製品やね。そう、さあ牛乳ってなって、でそっからとろける、なんか発酵させたんかなみたいなうんこの感じが。でやっぱチーズが一番ベストなんお肉にも合うしね。お肉にも合うよ、お肉にも合うよって合うよの発酵でこっちよ。だから多分だけどサンドイッチなんだよきっと。あー違います、これでもありません。あ、マジ？これでもありません。えでもめっちゃ惜しい。あれ嘘、じゃあ最初に選んだやつじゃない、もしかして。何最初に選んだんですか？ふざけるチーズスモーク味。あ、違うかい。え、でも合ってます、ほぼほぼ。えこの一番最初の皮文字はまあとろけちゃうみたいな。ああとね、で牛からの3つで牛が発酵させた、だからチーズなんですよ。ほら、ここまでは完璧だから、この後の4つはやっぱ汲み取ってほしかった。ちゃんとチーズバーガーじゃない。で、お家がインでしょ。チーズインハンバーグだ。チーズインハンバーグ。チーズインハンバーグでした。うわー、勝った。これはお肉をこうしてハンバーグにしました。でもお家がインはよくわかんない。インっていう多分絵文字あるよ。あるあるスーンみたいな感じ。あまあでも、まあハンバーグだよ。金に関しては当たってるわ。確かに確かに。え、だってもうこれとこれ組み合わせたらもうなんか正解みたいな。じゃあこれとこれ一緒に組み合わせよ。じゃあ2人で正解だね。じゃあ2点2点。勝つよ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 。ウキエの勝利。今回の勝負はヨキさんの勝利です。もうだってこっちのチームが成功したのこれと。これでしょ。全部ガイくんでーす。待って、これ私こうだと思うって言っても勇気で。多分パンダは中国で、これは中華麺だから冷やし中華。一個一個説明してください。俺らの関係こよかったね。ああ、いいいい。惜しいの多かったね。ビールとかね、じゃがりことかビールとか。めちゃくちゃ惜しいやん。めちゃめちゃ惜しくないやん。かけ離れまくっちゃってるの。はい、ということでこんな感じで第2弾もちょっとやりたいので、それまでに絵文字体制もっと身につけてください。はいはい、ということでこの動画はこれで終わります。せーの、 See you later! バイバーイ。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と